さあ、10個貯まりましたので、まずはお金を稼ぎ、あれ？これ山の上だ。こっちやっちゅ。つい頂上に来ちゃった。ここここ。持ってきたよっと。次ルビーかな。売る。うわあ、これはでかい。さあ次はルビーだよね。1300。いいね。あれ？1個110ルピーだから、こうやって考えるとそんな高くねえな。ルピー1個110だったでしょ。まあ200ルピー儲かるけど、うん、10個まとめてしか売れないこと考えるとそこまで高くもない気がしてきた。まあまあでも200ルピーは大事だよ、うん、これダイヤモンド買おうと思えば買えるからね。よし、お金ゲットで、まずは隠密性の上がる服が欲しいんで、ここやな。2箇所変える？頭、600。頭、体はね、正直他のが被りまくってるんで、頭購入。さあプレゼントは何くれるの？おお、シーカー族の記事。ただね、今頭で守備力を補ってるからね、これ装備すると守備力がめっちゃ減る、半分ぐらい減る。で、静かさは3段階。一応今体がね、イーガダンスーツもらったので、下も買っちゃう。はい、これでもう何も音がしない、してるけど。ただまー、飛んできたよ。プラバッドはパーフェクトイズノットノット、ワープマーカーお願いします。お、言うからマイホームの香りがもし、もう持っとるとな、グッジョブじゃ、これならイナフじゃ。おののイナフ、ちょいなちょいな。ワープマーカー、置くのか、大事なものやぞ。容量的にはあと2つ、2つ目を連携させたいならマップデータを10箇所じゃ。マップデータ、どういうこっちゃ。データが揃って、マップデータってどこのことや。ダダダダーン、あと1つ、15箇所。あ、あったあった、眺望台と、なるほどなるほど、プラス 15？ ?1234 多分プラス15とかそんなにないから、眺望台をあと4つかな、うん、今10超えたっつってたし、1234567891011、うん、そうだね、つまり全部の地形を復活させたらもう1個 OK。 いや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 、こうやって大事なものからマーカーを置く。で飛ぶと回収かな。回収ってある。ってことは回収するまでずっと置けるのか。なるほど。これは便利だね。これはすごい便利だ。
さあ、それでは。行きましょうか。ここだね。魚鳥村を取り返しに行こうか。ちなみに、さっきのマップ、奥田のマップ、あった、ここか。まあ、奥田池って言ってくれてるんでいいか。魚鳥村は夜襲った方がいいのかな。ということで、来ましたが、来たけど、先にね、行きたいところが。せっかく新しい装備を手に入れたので、強化に行きたい。さーて。じゃー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 ん。水入っちゃった。ということで、闇ボタル。はい、大丈夫。完成。次は闇の塊。闇の塊購入しなきゃいけなかったね。デグガーマだから、あのでっかいカエルを倒さないといけない。そして頭はオパールに星のかけら。ハイリアのフードはクロボーブリンの角。守備力を上げるだけならもうありなんだけど、まずこっちやね。あ、楽勝でいい。たったらららーん。さあ、2段階目の強化は、うわー、静かホタル。知らねえ。同じやね。静かホタルを探しに行きたいが、静かホタルどこにいるんだろうな。水辺だよね、ホタルだし。張り付きほ、トカゲが足りない。火消しトカゲが足りない。で、滑空弾の目ん玉が足りない。まあ当然ながら、あ、おめえも強化できんのか。奥田の目玉だ。巨大明かり花に闇ホタル。守備力上げますか。クロボコブリンの角は攻撃力が25とかアップする。かなりいいやつなんだけど、まあどうせもったいなくて使わないだろうから、何より高い。来るぞ来るぞ。やめてー。はあ、汚されちゃったよ。ビューティフォー。マスクしてて助かったぜ。あと一人ね。最終強化ってなんだっけ、中に取り込まれるんだったっけ。ね、ゲルド地方。バーイ。いやー、助かった。マスクって大事やな。ということでね、守備力上がったんで、守備力高いプラス隠密という最高の組み合わせ。魚鳥村を取り戻しに行くぞー。でっと、なんか結構鳴ってるね。この辺に祠があんのか。上壺が、やった、これで割れない。何、ほら、全くバレない。最高。
威力足んねえこれでも。夜だからね。不意打ちできるんなら一番威力の高いこいつにしておくか。即死。寝てる。そういう失敗したけど、まあ。脆いんだよこの武器。魚柄の盾。これでもバレないんだよこれ。最高じゃねえこれ。最高。ラクティンラクティンラクティンティンですよ。焼きホラウオ。漁師の森。不意打ち用にさ、強い武器は残しておきたいな。なんか作るか。あ、不意打ちが得意。これ不意打ち用にちょっとお高いけど強いの作るか。結局さ、こうか割と簡単ですぐ使える、これに落ち着くよね結局。ボーナスもあるし、これで不意打ちしていこう。明るくなる前に片付けたいね。あのさ普通に考えたらわかるけど、入り口の方見とけよこいつら。楽ちん。楽勝じゃねえか。黒を一撃抹殺できてる。ただこれで戦ってはいけない。やばい、明るくなってきた。てか敵多いな、さすがに。まあ、黒ばっかりなんで、こんなとこ初期パラメーターで来るところではないけど。そろそろあいつらも起きちゃうね。
ガバガバなのはいいけど。あ、ほら動き出した。ほらもう負けた。あ、お前ら勝手に戦ってんな。結構痛い。守備力アップのおにぎりを食べるのじゃ。やっぱ正面からまともに戦うと結構きついね。この武器も結構威力高いんだって。30近い攻撃力の武器だからね、これでも。気持ちいいぐらい詰まってるな、あいつ。壊れちゃった。真っ当に戦うと、ちょっとしんどめだね。ほら全然ダメージ入らん。全然ダメージ入らねえ。水属性には電気最強。真っ当に戦っても全然ダメージ入らねえ。あ、燃えてる燃えてる。まあ耐久アップ台がついてるんで、これ結構いいもんつけて長く使いたい。26。結果これだよね。所詮最悪ね、これだと倒しに行くのがさ、楽なんだよね。大体同じ場所にいるし。もう、あと船だけか？残ってるの。さすがに序盤に来れるようなとこじゃないね。黒ばっかだし。もうこれで残りは船だけかな。まあ封じできるかもしれないんで、一応こっちを装備しといて。さすがに冬じゃきついか。いけそうやな、いくらかは。抹殺。よし。まさかの気づかれてねえ。圧倒的ではないか、我が軍は。
あいつ寝だしたぞ。さすがにバレたか。さすがに水にはめたくないね。アイテムが欲しい。はめた。はめんじゃねえよ。生きてる？生きてない。でもよかった、アイテム回収できたからよし。そういえばね、あの井戸降りた時になんか気づきそうなやついたから、井戸の中かな、残り1匹は。矢が欲しい。うめえ、うめえ。登んのきついな。木の矢がうまいんじゃ。で、多分井戸なんだけど、どこにおるんやろうね。その船を漕いで行け。箱は壊さんとあかんな。矢がいっぱい入ってる。ん、井戸の場所がわからん。いやー、10本はうまい。基本的に木の箱を壊すと1本は確実に入ってるっぽいね。そしておそらく最後の一匹の石が分からん。村から離れすぎるとリセットされそうで怖いのもあるんだけど。ここだ。なんか作ってる。ここで音出した時にさ、向こうでハテナって出たんだよね、地下で。中でつながってるタイプなのか、
壊せるとこなんかないよね。この辺で音出した時にね反応したんだ。この辺に地下があるはずなんだけど、方角がわからん。いいこと考えた。隠密装備をやめよう。守備力で守備力装備にしよう。これでうるさくなったんで気づいてくれるだろう。で、高いところに行って堂々とグラインド。どっかおらんか。もうあと いるじゃん。どうやって行くあそこ。全然井戸の地下じゃなかったね。高いところから飛び込まないといけそうにない。てかあれだね、明らかにあそこから飛び込めってなってる。さーて武器はこれでいいか。やっぱなんだかんだで黒だから強いんだよね。25を超えたぐらいの装備はないと。いたいた。気づかんかったね。敵も気づかんかったし俺も気づかんかった。お前らもうちょっと、待てよ。強い！確信！あれ？魔物の声がしなくなったな。な、魔物がいなくなってる。村長みんな、もう出てきても大丈夫だ！まさかあの凶悪な魔物たちが一体残らずいなくなっているなんて。家の中から見てたわい。沼日野、この人が早速と現れて村中の魔物をなぎ倒すところ。わお、いや、あ、桜田さん、見た目は記者だけど鍛え抜かれたインナーマッスル、初めて見た時から気づいてたわい。ローゼル、わしらは魔物に蹂躙される村を見守ることしかできなかったわいさ、ね、この村は再起不能だったかもしれないさ、ね、ありがとうだわいさ、ありがとうだわさい。全部壊されるだけじゃない、みんなで力を合わせて再建していくさね。心配ご無用よ、壊れたうちを私が直してあげるわ。おとぎに触発されて職人魂もバッチリ火がついたわよ。桜田さん、桜田さんもお客人だというのに、ありがとう、ありがとう。村がまだこんな状態ですが、お礼ができませんね。再建した暁にはおもてなしをさせていただきますねと。さあみんな、ウオトリ村の再出発よ。村が再建するまでは寝かせないわよ。